はい、おんちゃんちゃんです。今回ですけども、今回の動画は、今日から7日連続っていうわけではないんですけど、7個、これから僕の今日のコーデということで、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、コーデ紹介するときに、シーン別コーデみたいな感じで、そのシーンに合ったコーデみたいのをやっていこうかなって思います。なんかね、視聴者さんからもね、シーン別コーデやってほしいみたいな。例えばカフェ行く時のコーデとかそういうのいろいろあるじゃないですか。こういうシーン別のコーデをちょっとやってほしいみたいな声もあったんで、今日からね、まあ1週間のシーン別コーデということで、この動画でね1週間分やんないんですけど、これから7個ね連続ではないんですけど、そういう動画が上がっていくと思います。なんでね、今日の動画はいつもね約10分ぐらいの動画なんですけど、ちょっとね僕の中で試したいことがあって、ちょっと3分とか4分みたいな短い動画になってると思うんで、ぜひね今日ね1コーデ紹介するんで、早速ね紹介していきたいと思います。そのね今日紹介するシーン別コーデのそのシーンはね、コーデ紹介するときに言うんで、そこでねまたコーデと一緒に紹介するんで、ぜひね最後まで、ね、見てもらえたらなって思います。ということで早速コーデ紹介していきたいと思います。はい、ということでね、こちらのコーデです。これは何のシーンかっていうと、スノボーに行く時のコーデということでやってみました。多分ね、結構こういうねシーン別コーデとかやってる人って、まあ定番なのはカフェとか、まあそういう定番なシーンが多いじゃないですか。ちょっとねみんな定番なシーンをやってるから、僕はちょっとなんかマニアックというか、あんまりやってなさそうなシーン別コーデをやっていこうかなと思ったんで、こちらねまずスノボーに行く時のコーデということで、どうでしょうか。白で雪みたいな感じで表して、それに、まあ、白に合うねこのベストを着てるんですけど、これは何のベストかっていうと、 X ガールのこういうね青と水色がなんかこんな感じでグラデーションになってるベストに、この白のインナーと白パンツということで、スノボー感あると思いませんか。ちょっと冬のそういうスポーツをしに行く時のコーデになっていますね。どうでしょうか。まあねこんな感じかな。はい、それでねこんな感じでした。はい、ということでね、今回の動画はこんな感じでね、シーン別コーデということで、動画でね、この一つコーデ紹介をして、こんな感じで、ちょっとね、短めに終わる感じの動画になったんですけど、まあこれをね、これから、まあ今回含めて7個、連続ではないんですけど、動画撮っていくんで、まあね、こういう動画はまあ3分、4分ぐらいのね、結構短い動画なんですけど、ちょっとね、僕もね、こんな感じの動画ね、試したかったんで、視聴者さんのね、リクエストの要望にも答えながら、こんな感じでね、自分の試したいこともやったんですけど、こういう動画ね、いいなと思ったら、ぜひね、何かしらね、リアクションもらえたらなと思います。なんでね、僕のそのシーン別コーデは、ちょっとマニアックなシーンにしたいかなと思うんで、まあ、定番なシーンもねやるかなと思うんですけど、ちょっとマニアックなところに行ったり、そんな感じで行こうかなと思うんで、はい、これからねこういう動画上がっていくということで、ぜひねこれからも見てほしいなと思います。そういうねリクエストのシーンとかあったら、そういうシーンも使っていこうかなと思うんで、ぜひねコメントでねいろいろリクエストお願いします。でね、今日のね12時に上がった動画もね、こちらの動画なんですけど、ぜひねまだ見てない方は見てもらえたらなと思います。はい、ということでね今回の動画以上になります。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。インスタ、TikTok、Twitter もやってるんで、そちらのフォローお願いします。それでは次の動画で、バイバイ。